動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは、あの人の態度は好き避けなのか、それとも脈なしなのかというテーマで、あなたが今気になっているお相手の方ですね、そのお相手の方のあなたへの態度というものがですね、これは好き避け、ツンデレのようなものですね、好き避けなのか、それともね、脈なしといいますか、興味がなくなったり、もともとね、ないのかどうかというのもですね、今回、リーディングを通じて、見ていきたいと思います。はい。今回もですね、3択リーディングということで、カードを3種類ご用意させていただきました。選択肢としては左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのね、カードをご説明させていただきますと、まず A のカードからですね、お伝えしていきますが、こちらはトラスト、信頼というカードになります。はい。そして、真ん中の B のカードですね、こちらはゲートウェイということでね、出発するとか、そういったね、意味のカードになっています。そして最後こちらですね、ハピネスというね、カード、こちらが C になります。幸せというね、カードになっています。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。それではカードをお選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのトラストのカードですね、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい。今回はあの人の態度、あなたへの態度ですね、は、好き避けなのか、それとも脈なし、興味がね、なくなってしまったのかどうかということでね、そのお相手の方があなたに、ですね、見せている態度のその理由ですね、心境などをですね、見ていきたいと思います。はい。こちらのカードが出ました。で、まずですね、カードといたしましては、上のカードですね、こちらがそのお相手の方があなたに対してですね、見せている態度が、好き避けなのか、それとも脈なしであったり、興味がなくなったのかっていうのを表しています。そして下のカードは、こちらはですね、お相手の方があなたとの関係を今後ね、どうしていこうと思っていらっしゃるのかっていうのを表すカードになっておりますので、それぞれね、見ていきたいと思います。はい。ではですね、早速ですね、出たカードを見させていただきます。はい、ではですね、早速見ていきたいと思います。まずはじめにですね、今回出た結果をね、見させていただいたところで言うと、そうですね、今回ね、選択肢としては、好き避けなのか、脈なしなのか、ね、興味がなくなったのかっていうところになるのかなと思うんですけれども、脈なしではないと思います、まずね。で、言えることとしてはですね、今回の結果を見たときに、感じ取れたのは、一旦ね、その、あなたとの関係ですね。あなたと距離を取って、なんかこう、二人をね、二人の関係を客観的に見たいとか、ちょっと離れた位置からあなたを見てみたいというですね、気持ちが読み取れたんですね。そうすることで、なんかこう、本来大切にしなくてはいけない気持ちを取り戻せるんじゃないかっていうことで、もしかしたら、あなたとね、その距離感を取るために、ちょっとこう、冷たいね、態度を取ったり、そっけない素振りを見せたりですね。何でしょう、ちょっとこう、避けるようなね、行動を取られたりっていうのがあるんじゃないかなと。でもそれが、むしろその今、二人においとってはね、あとお相手の方が、すごくこう、前向きな感情であなたと向き合うためには、今その距離感を取るのが大切なんだっていうふうに、感じていらっしゃるのかもしれないですね。なので、お相手の方としては、今はね、あまりこう距離を縮めたくないっていうタイミングでね、もしかしたらあなたが、ちょっとこう距離を縮めようとして、それでちょっとこう離れていらっしゃるっていうのが
あるのかなと。だから、まあ、好き避けといえば好き避けにはなるのかもしれないですけれども、そういったね、ちょっとこう距離感を取りたい時期にいらっしゃるっていうのが出ているんですね。なので、このあたりですね、それぞれのカードを見ながらですね、詳しくお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、まず上のカードから見ていきます。こちらはですね、お相手の方の態度が好き避けなのか脈なしなのかどうかということなんですけれども、まあ、まずね、冒頭でもお伝えした通り脈なしではないのかなと思います。なんかこうね、前向きにちょっとこう以前のようになんかこう楽しくね、あなたとこう過ごせなくなったって言ったらこういう脈なしに聞こえるかもしれないですけども、そういうわけではなくてですね、まあ、それぞれ見ていくんですけれども、まずこちらからお伝えしていきます。はい、このカードですね、ペンタクルのナイトというね、カードの逆位置になっております。まあ、このカードですね、まあ、本来は誠心誠意というね、意味のカードになっていて、まあ、誠実さを表すカードになっております。ですので、まあ、正位置で出ていた時はですね、その誠実な交際をですね、まあ、していきたいとか、まあ、誠実な交際を進めていきたいというね、お気持ちを表すカードになるんですが、まあ、このカードが逆位置になりますと表す意味としては滞りや遅延ということを表すカードになっています。すなわち、まあ、その誠実な交際をしたいんだけれども、今はね、その交際を進められないっていうね、何かこう物事をね、なかなか思うように進められないということを表すカードであったり、まあ、遅延、滞りと遅延ということなので、まあ、計画よりもですね、まあ、だいぶ遅れが生じているというね、意味のカードになっています。で、まあ、そのね、何でしょう、こう滞り、まあ、関係がね、ちょっとこう停滞しているという状態であったり、まあ、あとはね、ちょっとこう2人が思っていたその、まあ、何でしょうね、ペースというか理想よりかはちょっとこう遅れが生じているっていう中で、まあ、ちょっとね、こうお互いの関係性がギクシャクしたり、まあ、気まずくなってきているんじゃないかなと思います。で、そこでね、なんかこうお互いが本来はね、こう、なんでしょう、抱く必要のない、ね、余計な感情を、まあ、抱いてしまっていて、まあ、お相手の方もそれをね、感じていらっしゃる。あなたがそういった感情を抱いているんじゃないかなっていうのを察知していらっしゃってですね。で、今、こう、むしろね、二人がこう近づくと、よりね、こう、関係が悪化してしまうんじゃないかということで、距離を置いた方がいいのかと。いいんじゃないかというふうにね、思っていらっしゃるっていうのがまず読み取れました。で、次ですね、このカードを見ていくんですけれども、はい、このカードはですね、カップの8というね、カードになっています。まあ、カップの8なんですけれども、まあ、このカードが持っている意味としては、まあ、転換期とかですね、あとは全く違う人生を歩み始めるっていう意味のカードなんですが、今までいた場所から一旦こう離れているっていうね、様子が描かれています。これは真の望みに気づいてそれを求めに行っているわけなんですね。で、これだけを聞くとですね、なんかこうあなたよりももっとお相手の方に特別な存在が現れて、その人のもとに行ったんじゃないかっていうふうに思うかもしれません。ですが、そうではなく、一旦離れることであなたに本来向けたい大切な感情を取りに行ったわけなんですね。これ似たようなカード、後ほどまた詳しく見ていくんですが、このカードも出ているんですよ。これもウォーキングアウェイというカードなんですが、これ立ち去っていくっていう意味のカードなんですね。で、一時的に、まあ、あなたの元をこう離れていかれているということですね。で、2人の関係ね、この停滞とか、あとは、遅延ですね、というものでちょっとこうね、雰囲気が悪くなったりギクシャクしたり、まあ、ちょっとこう不信感みたいなものが生まれてきたりね、なんかこう不穏な空気になってしまっているのかもしれないですけれども、それをね、こうなんかこうまた良い空気に変えるといいますかね、まあ、いわばこう初心を取り戻すといいますか、本来あなたに対してね、抱いていた感情を取り戻すために一旦離れていらっしゃるわけなんですね。だからあなたとも距離を置くために、まあ、ちょっとこう避けているようなね、態度というか行動ですね、を取られていたり、まあ、そっけないね、まあ、言動であったりね、冷たい態度とかを取っていらっしゃるんじゃないかなと思います。だからちょっとこうニュアンスとしてはね、好き避けというよりかは、何でしょうね、関係を修復させるために今は距離感を大事にしたいっていうふうに思っていらっしゃるのかなということですね。で、次このカードを見ていくんですが、
こちらですね、これラフター、これ笑いというカードになっています。でここですね、なんかこう本当にこうハハハハとね、こう声に出して笑うぐらいね、こう満面の笑みを浮かべている人がいます。だからあなたとは本来ね、そういった笑顔を見せれるような関係になりたいわけですね。一緒にいるときはこう笑い合えるような状況になりたい。けれども今の状態だったら心の底から一緒にいてもこう笑えない状況になってしまっているわけなんですね。それがもしかしたらこの滞りや遅延が原因になっているのかもしれません。そこから来るプレッシャーであったり、ストレスであったりね、なんかこう苛立ちであったり、そういったものがね、どうしても感じざるを得ない状況になって笑えなくなってしまった。だから一旦離れてね、まあ、避けると言いますか、距離感を空けてですね、うん、もう一度こう笑えるような状態になってから近づこうと、距離を縮めていこうというふうに思っていらっしゃるのかなということですね、うん。で次のこのカードもそうなんですが、このヒール、これ回復するとか癒しという意味のカードになっています。だから一旦あなたの元を離れて自分を癒す、まあ、今回はまあそのいろんな側面での、ね、癒しがあると思うんですけれども、まあ、もちろん体が疲れているんだったらまず体を癒すということですね。やっぱこう人間疲れている時というのは素直にね、感情を表現しにくくなってしまいます。だからまずはそういったまあ本当の体の疲れを取るっていうのもそうですし、まあ、あとはねちょっとこうあなたとの関係において、先ほどもなんかこう滞りや遅延から来るストレスやまあプレッシャー、まあ、焦り苛立ちというのがあったかと思うんですけれども、そういった内面的な回復ですね、だから精神的なケアをですねして、あなたと一緒にいるときにまたこうね、自然とこう笑えるような状態になってから距離を縮めていこうというふうに思っていらっしゃるのかなということですね。うん。だから脈なしではないっていうふうにまずね、お伝えさせていただいたのは、ね、回復してからまたあなたの元に笑顔で戻ってこようというふうに思っていらっしゃるので、脈なしではないっていうふうにお伝えしました。で、好き避けというとまたこれまた違うのかなというのがあったので、まあそれぞれのね、カードを見ながらですね、お伝えさせていただきました。うん。で今後ですね、じゃあどういうふうに思っていらっしゃるのかということで、まあ、この2つのね、まあ全体的にね、まあ似たような内容が出ている部分があるんですけれども、まずこちらのカードから見ていきます。はい、はい、こちらのカードはですね、3、まあ、太陽というカードですね、うん、の逆位置で今回出ておりますけれども、まあ、太陽というのはね、まあ、楽しさ、明るさ、元気よさっていうね、なんかこうエネルギー、まあ、エネルギッシュな、ね、象徴であったりですね、まあ、あとはアクティブさっていうのをね、表すカードになっているんですけれども、その太陽が沈んでいるということですね。なので、エネルギー不足であったり、パワーダウンということを表すカードになっています。だから体力的にね、ちょっとこうきつい状態であったりですね、まあ、先ほどもありました通り、ね、こう疲れを感じているっていう状態ですね。うん。まあ、エネルギーもほとんど残っていない状態。だから、素直にこう、一緒にいても笑顔になれない。ね、常になんかこうどんよりとした雰囲気になってしまって、それがねちょっとこう2人の一緒にいる時の空気を、まあ、悪くしてしまっていたのかもしれません、うん、だからこそまずはこのパワーダウン、エネルギー不足というのを回復していくために、まあ、先ほどの似たようなカード出ていましたけれども、こちらですね、ウォーキングアウェイというカードになっています。これ立ち去るということなんですが、これもね今までこの門の内側にねいたわけなんですけれども、一旦こう立ち去っていく、立ち去っている様子が描かれています。これはね、回復しに行ったわけですね。自分自身を回復しに行ったと、回復するためにこのね門の内側にいた場所から立ち去っていっているっていうことですね、うん、で回復していて、じゃあもうそのね、もう戻ってこないのかっていうと、そういうわけではなくてね、しっかりとこの人ね、元いた場所を振り返っています。これは戻ってくるという意思表示を表しています。だからあなたの元を一時的には離れられるかもしれません。その距離を取るためにね、それは距離を取っている間に回復するためということなんですけれども、じゃあ回復し終わったらですね、うん、まあ、いわば健全な精神状態や肉体ね、まあ、疲労を回復した後にはですね、ちゃんとまた戻ってきてですね、あなたとの関係をこうまた何でしょう、こう再スタートというかね、このね、ちょっとこうスローダウンしていたものをこうね、また進めていこうというふうにね、思っていらっしゃるんじゃないかなとは思います。だから、まあ、あなたとしてはね、まあ、ここでお相手の方をね、引き止めるんじゃなくて、むしろこう、なんでしょう、送り出してあげる。
のが大切になってくると思います。まあこれはね、ちょっとこう勇気のいることだとは思います。もちろんね、自分から離れていこうとする人をね、それがよりね、自分の好きな人や気になる人だったらば、離れていこうとするのを後押しするっていうのはすごい勇気のいることだと思います。ですが、ここで引き止めてしまうと、ね、余計にお相手の方としては、ね、ますますこう、なんでしょう、負担がかかってしまって、ね、あなたとの関係を続けていけなくなってしまう、その耐えられなくなってしまうっていう可能性があるので、ね、なんかこう後押しするっていうのはちょっとね、まあ極端な言い方だったかもしれないですけれども、まあそこをね、なんかこう心よく、まあ受け入れてあげるということ、そしてあなたも同時にね、その期間に、まあこう、自分自身のセルフケアをですね、したり、うん、あとは自分を磨いたり、ですね、していくと、まあ、非常にこう時間を有効活用できるのかなとは思いますけれども、まあ、そういった形でね、引き止めるっていうのが、まあ、あまりこういい結果ではなくなってしまう可能性が高いのでね、まあ、そこはちょっとね、こう気をつけた方がいいのかなということですね。でここで、まあ、ちゃんとこう送り出してあげることで次のね、このカードを見ていくんですが、このカード、これワンドの8というねカードになっています。まあ、このカードが持っている意味というのが、急速な展開というね意味のカードになっています。急展開ということですね、うん、なのでこれ良い方向への急展開であったり、大成功のチャンスっていうのはね、まあ、到来するという意味のカードで、うん、ここなんか降り注いでるね気の杖がありますけれども、これが良い知らせであったり、幸せな出来事がこう舞い込んでこようとしているわけですね。これ送り出してあげることで、二人の関係に良い出来事が訪れてくる、急展開が起こるというねカードになっているので、まあ、なのでここで引き止めたら、逆にこれがまあなんかこうどっかに行ってしまうということですね。なのでここはまあちょっとね、こう距離感を大事にしていらっしゃるっていうのがあるんだったら、その距離感をまあ維持するということですね。だから送り出すっていうと、なんかこう永遠の別れみたいなね感じになりますけれども、お相手の方が取りたがっている距離感をあなたもこう維持するっていうのがね、大切になってくるのかなと思います。そうすると急展開が起こるということですね。引き寄せられていくということと、あとはこちらですね、こちらは Treasure Your Loved One という、ね、カードになっています。まあ、愛する人が、まあ、宝物だという、ねカードになっているんですが、まあ、お相手の方の、ね、手の中にあなたが映っているわけですね。こう大事に、ね、こう手で守っていたり、ね、こう囲っている様子が、ね、描かれています。だからここで回復ですね。距離感を取っている間にお相手の方に回復させてあげることで、あなたを大切にしてくれたり守ってくれたり、これね命の水なんですけれども、2人の関係をこうより良くしていく、まあ、活性化させていくっていうことを表しているわけなんですが、ね、2人の関係に対して前向きにね、うん、前向きな考えだけじゃなくて前向きなアクションですね、行動も起こしてくれるようになるんじゃないかなと。それと同時に、まあ、お相手の方からあなた自身もすごくこう大切にされているなってこう実感できるような、まあ、それでね愛を感じられるような出来事ですね、何かそういったアプローチとかを受けられるようになっていくんじゃないかなとも思いますので、うん、やはりまあ大切なのはここですね、うん、そこをまあ距離感をいかに、ですねお相手の方が取りたがっているタイミングであなたもちゃんとそれを維持できるか、そこで無理やりね、逆にこう距離感を縮めようとしてしまうと、ね、せっかく戻ってこようと思っていたものがもう戻ってこなくなってしまう可能性もありますので、うん、まあそのね距離感を取っていらっしゃる間にあなたもできることをやっておくっていうのも、重要なポイントにはなってくるのかなというふうに思います。はい、ということで、こちらですね、トラストのカードですね、もしくは A ですねをお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。今回ですね全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もし何かこう特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてですね、現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味がある方はですねこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
はい、それではですね、次にこちらのですね、ゲートウェイのカードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回ですね、あの人のあなたへの態度は好き避けなのか、それともね、何かもう脈なしと言いますか、まあ、興味がなくなってしまったのかというのをですね、見ていきたいと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですね、カードといたしましては上のカードですね。こちらがお相手の方のですね、あなたに見せている態度というものが、まあ、好き避けなのか、もしくは、まあ、脈なしとかね、興味がなくなってしまったからなのかというのをですね、伝えております。で、下のカードですね、こちらはお相手の方が、まあ、あなたとの関係をですね、今後どうしていこうとお考えなのかというのをですね、表しております。はい、まあ、それぞれね、見ながらリーディングしていこうと思うんですけれども、ちょっとですね、まず初めに出たカードを見させていただきます。はい、ではですね、早速ですね、リーディングを行っていきたいと思います。まずはじめにですね、今回出た結果をね、見させていただいたところで言うと、そうですね、あなたへのですね、態度、もう相手の方のね、態度というのは好き避けなんじゃないかなと思います。好きという気持ちはあるんだけれども、まあちょっとね、こう避けたり、まあ、ツンデレみたいなもんですね。だから好きな気持ちはあるんだけども、ちょっとこうね、意地悪したり、冷たくですね、接したり、まあそういったね、理由なんじゃないかなと思います。だから好きという気持ちをね、表すカードが出ているので、おそらく好き避けなんだと思います。で、まあ、後ほどね、見ていくんですけれども、まあ、あなたとの関係はね、今後においても進めていきたいんだけれども、これ後ほど見ていくんですが、これスローダウンっていうのが出ているんですね。だからもう少しなんかこうペースを落としてと言いますかね、まあ、ゆっくりこう焦らずにね、関係を進めていきたいと。なんかこう先々のことばっかりを考えると、どうしてもね、まあ、そこにこうたどり着けない現実に、なんかこう不安になったりね、それによってこう衝突したりですね、本当にこう先を考えてくれてるのかっていうことでね、なんかこう揉めてしまったり喧嘩してしまったりするのが、まあ、とにかくお相手の方は、まあ、なるべく避けたいというかね、嫌で、だからもう少しね、こうペースを下げながら今を楽しんでいきたい、まあ、お互いがね、楽しめるようになっていきたいっていうふうにお考えなのかなというのが出ておりますので、まあ、このカードですね、そのあたりですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、まず上のカードから見ていきます。こちらはですね、お相手の方が見せている態度、あなたへの態度というものが好き避けなのかどうかということなんですが、まずこのカードから見ていきます。はい、こちらのカード、女帝というね、カードになっています。まあ、このカードが持っている意味というのが、愛にあふれるというカードになっています。すなわち、まあ、自分と相手がいた時にですね、まあ、今回で言うとあなたとお相手の方ですね、双方がお互いのことを愛しているっていうね、意味のカードになっています。なので、このカードの中には両思いであったり、まあ、あとは相思相愛であったりね、また将来性のある関係を考え、まあ、将来のことを考えているというね、意味のカードになっています。だからあなたがね、もしそのお相手の方に対して今片思いだとね、あなたの片思いだというふうに思っていても、実はお相手の方もあなたのことを思っている。だから何でしょう、ちょっとこう行き違いにはなっているけれども、両片思い、だから実際はね、両思いなんだけれども、お互いはそれぞれ片思いだと思っているみたいなね、もしくはそのお相手の方はあなたからの思いは気づいていて、あなたのことは気になっているんだけれども、あなたはそのお相手の方のその思いに気づけていないので、あなたは片思いだと思ってはいるけれども、お相手の方は両思いだというふうにこう感じていらっしゃるというような状態ですね。なので、そういったその好きという気持ちが気になる存在にも慣れているのかなと思うので、おそらくそのね、見せていらっしゃる態度というのは好き避けなのかなと。だからこう素っ気ないね、態度であったり、冷たい態度、まあ何でしょうね、あとは、なんか避けるような行動をされていても、実はね、好きなんじゃないかなとは思います。
で、そこからですね、次にこちらのカードを見ていきたいと思います。はい、このカードはフール、これ愚か者というカードになるんですが、このカードが持っている意味というのはですね、何か新たなことが始まろうとしているっていうね、意味のカードになっています。まあ、今回で言うと新しいことをね、始めていきたいという気持ちですね。うん、まあ、それをね、表すカードになるんですが、このカードが出ている時の心境というのが、自由を求める気持ちであるとか解放感にあふれるということで、何か自由を手にしたり、今ですね、何かこう束縛を受けていたり、何でしょうね、囚われている状況から解放されればですね、新しいことを始めていきたいっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。うん、まあ、それが先ほどのカードと合わせて言うならば、お相手の方が自由や何かから解放された時に、あなたと将来性のある関係をこう築いていきたいっていうふうに思っていらっしゃるのかなということですね。逆に言うと、そのですね、まあ、自由であったり解放されるまでは、解放されていない間はですね、うん、あなたとの恋も進めていけないということで、ね、ちょっとこう避けていらっしゃる部分があったんじゃないかなとは思います。うん、そのまだ自由をも手にしていない間に関係を進めていこうとしても、結果ね、こう苦しい結末になってしまうだけだから、今はちょっとね、進めないようにね、うん、ちょっと避けていらっしゃったりですね、そっけない態度とか、うん、言動をね、見せていらっしゃったんじゃないかなとは思います。で、次ですね、こちらのカードを見ていくんですが、このカード、これシンプリシティというね、カードになっています。まあ、シンプルにというカードなんですが、これはですね、自分の周りの状況をシンプルにしたいという意味のカードになっています。すなわち、まあ、このカードがそういったね、シンプルにしたいということは、今お相手の方の周りがですね、すごくこう、なんでしょうね、こう散らかっているというかね、うん、まあ、いわばシンプルではない状態ですね。何かが立て込んでいたり、積み重なっていたり、ね、次々となんかこう、やらなくてはいけないことがこう、訪れてきて、かなり散らかっているみたいなね。うん、まあ、とにかく立て込んでいるような状態であって、混乱している状況であるということですね。それを一回こう、すっきりさせたいということですね。すっきりさせることで、先ほどね、新たな行動を始める時の条件、自由を手にするであったり解放されるということですね。うん、その時にあなたとの関係、あなたとの恋を進めていきたいというふうに思っていらっしゃるということですね。だから今この自分の周りの状況をシンプルにこうすっきりさせるために、まあ、全力をね、費やしていらっしゃっていてですね、うん、それ以外のことは今こう手をつけられないという状態なので、まあ、あなたとの関係においても、まあ、進められないか、ちょっとこう避けるというような選択をね、取っていらっしゃったのかなと。まあ、あとはなんかこう、あなたを自分に近づけないようなね、うん、態度を見せていらっしゃったんじゃないかなと思います。そして、こちらのカードを見ていきますが、このカードは機械を引き寄せるという意味のカードなんですが、この機械というのはこのロボット、マシンの方じゃなくて、このチャンスの方ですね。うん、を引き寄せるという意味のカードなんですけれども、ただですね、このカードちょっと絵を見ていただきたいんですが、なんかこうこのね、すごくこう落ち込んでいる、なんかこうがっかりしている人のね、すごく暗い背中が見えているかと思います。うん、でこのカードの中にはですね、幻滅するとか、まあ、失望するという意味のカードが意味が含まれているんですね。でこれ何に幻滅していたり失望しているのかっていうと、目の前の現実であったりですね、まあ、あとは人間関係に幻滅、失望しているわけですね。これは自分の思っていた通りにうまくいかなくて失望していたり幻滅しているわけなんですね。うん、で、まあ、そこからですね、うん、どうすればいいんだろうかと、うん、いうことで今こう悩んでいらっしゃるわけですね。うん、だからこういった、まあし何でしょう、こう心の奥底を見てみると、あなたとの関係が、まあ、なんかこう思う通りにいかなくて悩んでいる。でもその原因というのはもう分かっていてですね、この自分の周りの状況がシンプルにすることができていないからうまくいっていないっていうのはまあ分かっているので、だからこの原因をまずはこう排除するというか取り除くために今全力を費やしていらっしゃるのかなと。
だからこうそれをね今頑張っているんだけれども、もしかしたらあなたがその状況の中でね、うん、自分にこう例えばこう接近してきよう来ようとすると、うん、まあそれがねちょっと遅れてしまうっていうことで避けていらっしゃったりね、うん、素っ気ない態度とかを見せていらっしゃっただけなのかなと思います、うん、なので好き避けなのかなというふうには思います。で、次ですね、下のカードを見ていくんですが、まあお相手の方ですね、あなたとの関係を今後どうしていきたいというふうに思っていらっしゃるのかっていうカードなんですが、まずですねこちらのカードから見ていきたいと思います。はい、このカードカップの2というねカードになっています。まあ、このカードはまあ共感するとかですね、心の通い合いということを表すカードになっていたり、まああとは関係のね進展というのも表したりもします。で、ここまあ2人がね向かい合っていてですね、まあこれあなたとお相手の方がですね、まあお互いにこう向き合って手をつないでお互いが持っているカップを突き合わせています。この手をつないでる部分に関してはこう身体的なつながりですね。そして、このカップをこう乾杯というかねこう合わせていますけれども、これは心のつながりを表しています。なぜならばこのカップの中には水が含まれているわけなんですね、注がれている。でこの水というのがそれぞれの心から湧き起こっている感情であるとか気持ちとかね愛情とかを表しているわけなんですね。その気持ちの部分でもつながっているというねことを表すカードなので、お相手の方としてはこれから先においてもあなたと、まあ、いろんなね側面でつながっていたいというふうに思っていらっしゃるわけですね。でただただつながっているっていうだけじゃなくて、まあ、先ほどもお伝えした通り関係の進展を表すカードでもありますので、関係を良くしていきたい、ね、もっと親密になっていきたいというふうには思っていらっしゃるということですね。で次このカードを見ていくんですが、はい、こちらのカードはコミュニティというねカードになっているんですけれども、このカードが持っている意味というのが気の合う仲間というね、意味のカードになっています。まあ、仲間というとねその恋人として見てくれていないのかというふうに思われるかもしれないですけれども、まあ、あなたとの相性の良さを感じていらっしゃるわけですね。まあ、気が合うなとかですね、考え方が似ているなとかね、価値観がなんかこう同じだなとかね、まあ、共通の趣味があるなとかね、まあ、とにかくこうあなたとは、うん、なんかこう自分と通ずるものがあるなと、うん、なんか共感できるものがあるな、まあ、これもね先ほどもありましたけれども、まあ、そういった相性の良さも感じていらっしゃるからこそ、これからもねつながりを大切にしていきたいというふうに、まあ、思っていらっしゃるのかなというのが読み取れます、うん、なので、うん、すごくね、いい印象ではあるのかなと思いますけれども、そのねシンプルにしようとしているのをこうお相手の方からするとね、今積極的に自分にこう関わってきてくれているのはありがたいんだけれども、シンプルにするにあたってはちょっとねこう遅れになってしまう、まあちょっとこう言い方をちょっと厳しめに言うならば、まあ、ちょっと邪魔をしているなっていうふうにこう感じていらっしゃるわけなんですね。だからそのお相手の方が今やっていらっしゃることに専念させてあげるっていうのがねすごく大切になってくると思いますし、その方があなたの印象を損ねずに済むと思います。うん、で次にこちらのカードを見ていくんですが、このカードはですねカルマというねカードになっています。宿命ということですね。だからお相手の方としては今あなたとの関係をまあ進めていったり、これから続けていくにあたってね、まあどんな出来事が起こってもそれは宿命なんだと、二人が乗り越えていかなくてはいけないものなんだっていうふうに思っていらっしゃっていてですね、だからその今の自分の身の回りの環境や状況がまあ立て込んでいたりね混乱しているのも、それを乗り越えることでね大きな喜びが待っているから訪れたんだろうなっていうね、そういうこう前向きに捉えていらっしゃるわけですね。ここでもなんかこうね乗り越えた人たちね、苦難やそのトラブルとか問題とかを乗り越えた人たちが喜んでいるようにね、うん、今はちょっとこうねシンプルではない状態で関係が思うように進められていないかもしれないけれども、それも訪れるべくしてね、でその先に待ってる幸せが手に入れるためにね訪れたその困難であったりだとか、まあ、混乱した状況だというふうに感じていらっしゃっていて、それも絶対ね乗り越えてあなたと喜べるようになりたいというふうに思っていらっしゃるわけですね、うん、そういった意味でも、ね、今はちょっとこうがっくりみたいなね感じで落ち込んでいらっしゃいますけれども、
じゃあそこから逃げたりせずにですね、どうしていこうかっていうのをこう考えながら、まあ、原因はすでにこう見えているので、それを今全力でね、何とかしようとしていらっしゃるということですね。あとはこちらのカード、まあ、最初にもね少し見ましたが、このカードスローダウンということですね、まあ、もう少しちょっとこうペースをダウンさせたいということですね。先々のことを考えるのももちろんね、そういうまあワクワクしますし、なんかこう目標を立てておくことでなんか安心もすると思います。ですがなんかこうね、ペースを速くしすぎるとなんかそれについていけなくなったりですね、楽しめなくなってしまうわけですね。だからもう少しちょっとこうペースを下げたいと、ペースダウンしたいっていう風にお相手の方は思っていらっしゃるわけですね。ペースダウンをして、それぞれが今やらなくてはいけないことをやったりですね、このすごいね勢いでこう環境を発展させていくのもいいんだけれども、その途中のねこの道のりも大切にこうしていきたいというか、楽しめるようになっていきたいという風にね思っていらっしゃる。だからちょっとね、もしかしたらあなたが求めているですねもの、お相手の方にね求めているものとか求めている関係というのが、まあ、お相手の方にとってはちょっとこう今の時点ではねハードルが高いというふうにこう感じられてしまっていたり、すごいこうちょっとペースが速いなっていうふうにこうね思われている可能性もあるのかなと思うので、ちょっとこう、ペースダウンというかねスローダウンを意識してみるといいのかなと思います。だから、いろんなね、安心を手にしたいというのもあると思うんですけれども、もっとこうなんか大事なものですね、今あるものの大切さに、まあ、目を向けてみてですね、そこへのこう感謝の気持ちをですねこう感じるようにしていくのがいいのかなと、ね、なかなかこう、まあ、会えなかったりね、2人でこう過ごす時間がなかったとしても、たとえねなんかこうその中でもお相手の方が今やって来てくれていることですね、やってくださっていることがあるならば、そっちに目を向けるということですね。もしかしたら今のあなたというのはなんかこうお相手の方がやってくれていないこととか、なんかこうないものばかりにこう満たされていないものとかね、物足りなさみたいなものを感じていて、ないものにすごくこう意識が向いているのかもしれません。ですが今お相手の方との間にあるものをですね、手にしているものに目を向けてみると、あなた自身もこのスローダウンをすることができてね、まあお相手の方との関係においても前向きにね、向き合えるようになっていくんじゃないかなと思うので、そのないものに目を向けるというか、あるものに目を向けていくっていうのが大切になってくるのかなと思いますし、ちょっとこうねお相手の方も頑張っていらっしゃることに集中させてあげるっていうのもすごくね、大切な接し方になってくるのかなとは思います。はい、ということで、こちらですね、ゲートウェイのカードもしくは B をねお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回はですね全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしねなんかこう特定の方とのお悩みであったり、あとはねなかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてですね現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね最後にこちらのハピネスのカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。では早速ですね、カードのオープンからしていきます。はい、今回はですねあの人の態度は好き避けなのか、それとも脈なしなのかというテーマで、あなたがね気になっているお相手の方があなたに見せている態度ですねが、まあ、それが好き避けなのか、それともね、まあ、脈なしと言いますか興味がないからそういった態度を見せていたのかっていうのをですね、見ていこうと思います。はい、こちらのカードが出ました。今回ですねカードといたしましては上のカードがですねお相手の方があなたに見せている態度がですね、それは好き避けだからなのか、それとも、まあ、脈なしであるとか、まあ、興味がねなくなったからなのかっていうことですね、まあ、それを表すカードになっています。そして下がですねお相手の方が考える、まあ、あなたとの関係ですね、今後どうしていこうと思っていらっしゃるのかっていうのをですね見ていきたいと思います。表すカードになっていますので見ていきたいと思います。はい、ではですね早速出たカードを見させていただきます。はい、
ではですね、早速リーディングをしていきたいと思います。まずはじめにですね、今回出た結果をね見させていただいたところで言うと、そうですね、まあ今回ね、その好き避けなのか、そして脈なしなのかどうか、興味がなくなったのかっていうことで、まあテーマとしてはあるんですけれども、そうですね、まず脈なしではないのかなっていうふうに思います。で、まあ好き避けともちょっと違ってですね、まあお相手の方が、まあ思っていらっしゃることとしては、あなたのことをね、ちゃんとこう好きという気持ちは持っているんだけれども、なんかその表現の仕方までなんかこう全部同じにする必要はないんじゃないかっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。だからお相手の方は自分なりのそのスタイルですね、姿勢はこうなんか崩したくないというかね、自分は自分なりにそれを表現したいけれども、もしかしたらそのお相手の方の表現方法というのがあなたにとってはちょっとこう不満が残るものであったり、なんかもうちょっとこうしてほしいなっていうふうに思っていらっしゃるかもしれません。ですが、なんかこうそこまで全部一緒に合わせる必要ってあるのっていうふうに、なんかこう人それぞれこう表現の仕方は違っていいじゃないっていうね、まあそういう考えを持っていらっしゃるのかなと。それがね、なんかこうまだ何でしょうね、こううまく伝わっていないというか、だからお相手の方としては、なんかこう自分の気持ちの表現の仕方までね、もちろんあなたとこう合わせていくところは合わせていくけれども、なんかこう自分のやり方を変えてまでですね、なんかこう気持ちを表現したり態度でそういったものを示していくっていうことは、それはちょっと違うのかなっていうふうに考えていらっしゃるわけですね。だから自分のスタイルを貫きたいタイプの方ですね。まあ極端に言うと頑固ではあるのかなとは思うんですけれども、まあそういうですね、まあ、人それぞれのやり方があっていいじゃないかっていうね考えがすごくこう強く、今回出た結果からは、まあ、読み取ることができましたので、まあ、このあたりですね、それぞれのカード見ながらですねお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、まず上のカードから見ていくんですけれども、こちらはですね、お相手の方があなたに見せている態度というのが、まあ、好き避けなのか、それとも、脈なしなのかどうかということなんですが、まずねこのカードから見ていきます。はい、はい、こちらのカードはペンタクルの4というねカードの逆位置になっております。まあ、このカードはですね、もともと正位置の時にもですね、所有するということで、今あるものを守りたいということで、自分の手にしているものをね、こう大事に守っている様子が描かれているカードなんですね。だからその守りの姿勢ということを表すカードになるんですけれども、このカードが逆位置になると、よりその守りの姿勢が強くなっているというね、ことを表すカードで、過剰な自己防衛というね、意味を表します。だから、とんでもなく自分を守るということですね。で今回で言うと、自分を守るというよりかは、先ほどお伝えしたですね、この自分のスタイル、姿勢、やり方、考え方を、まあ、守るというかね、そこはこう譲りたくないみたいなね、そういう考えなのかなと思います。あくまでも自分のやり方をなんかこう変えてまで人に合わせたくないみたいな、そういうね、考え方ですね。だから取りようによれば頑固なところでもあるのかなと、いうことなんですけれども、それがね、なんかこうお相手の方としては別に普通に自分なりのね、なんかこう特にこうあなたを避けているつもりもなければね、なんかこう冷たい態度を取っているつもりもないけれども、それはあなたから見たら冷たく感じたり、そっけなく感じたり、避けているように感じたり見えるのかもしれません。でもお相手はごく自然にそれをしていらっしゃるというか、振る舞っていらっしゃるだけみたいなね、だからそこの行き違いみたいなのがもしかしたらあるかもしれません。で、まあそういった自分を貫くというかね、自分のスタイルを守っていきたいという気持ちがかなり強いというのと、あとはね、このカードを見ていくんですけれども、こちらですね、このカードは It's OK to be different ということで、これ違っていてもいいじゃないかというね、意味のカードになっています。まあここにね、ユニコーンとリスがいますけれども、全く違う生き物ですね。でもそれぞれが別に違っていてもいいじゃないと、同じである必要はないじゃないと、
いうね、まあ、そういう考えを表すカードになっているんですね。だからその自分の心の中にある気持ちの伝え方、見せ方ですね、うん、表現の仕方っていうのは別にそこを、まあ、例えば お付き合いをしているからといって一緒にする必要はないじゃないとかね、うん、まあ、お付き合いしていなくてもそうですね。あなたはこういうやり方でやればいいし、自分はこういうやり方でやっていきたい、そこが同じである必要はないじゃないと。気持ちがあれば別にどんな表現方法でもいいじゃないと。自分は自分なりに伝えていくからみたいなね。だからそういうこう自分をこう大切にするというかね、そこはやっぱこう崩したくないっていう考えが非常にこの、まあ、似たようなねカードが2つ出ているので、うん、まあそういう考えが強い方なのかなというふうにまずは読み取れました。でじゃあ違っていてもいいじゃないっていうふうに思っていると、じゃああなたに合わす気がないのかとかね、あなたとの関係にじゃあ興味がないのかっていうと、そういうわけではないと思うんですね。というのはこちらのカードを見ていくんですが、このカードこれ育てていくね、育むという意味のカードになっています。だからあなたとの関係は育んでいきたいわけですね。育てていきたいけれどもね、全部を全部じゃあ育てていくからといって一緒にする必要はないよねっていう考えを持っていらっしゃる。だから自分も大切にしながら恋愛は育てていきたい、関係は育んでいきたいというふうにね思っていらっしゃるということですね。だから好きという気持ちがあるからこそ、こう育んでいきたい、関係を深めていきたいというですね、お気持ちを持ってはいらっしゃるのかなというふうに思います。だからちょっとこう好き避けとは違うのかなと、うん、それがお相手の方の自然体なだけなのかなと思います。でこちらのカードを見ていきますけれども、はい、このカードはですね、マジシャンというカードになっています。魔術師というカードですね。このカードが持っている意味としては、何か新たな行動を起こすとか、何かを創造する、生み出すというね意味のカードになっています。とにかくまあ行動をね、自ら起こして何か変化を起こしていくという意味のカードになっています。ですがこの行動を起こす条件というのが、まあ、準備が整った時、まあ、準備万端な状態であったり、コンディションが整ったり、あとは、集中力が高まった時に行動を起こそうというふうに思っていらっしゃるわけですね、うん、だからお相手の方があなたから見てね、そのそっけない態度であるとか、冷たい態度、言動であるとかね、うん、まあ、あとは避けているような行動をとっていらっしゃる時というのは、まだ準備が整っていないわけですね。けれども準備が整った時には、先ほどもあった関係を育てていくためのアクションやアプローチを起こそうとは思っていらっしゃるわけですね、うん、だからあなたから見てお相手の方はなんかこうそういうね、ちょっと冷たい態度をとっているけれども、お相手の方はそんなつもりはない。むしろそう言われてもしかしたらびっくりされるかもしれません。今まで自分はそうやって生きてきたから、まさかそういうふうに思われているなんてというぐらいですね、自然に振る舞っていらっしゃっただけなのかなというふうに思います。でちゃんとこうね、自分の中でよし、あなたとの関係を進めていけるなっていう時に、まあ何でしょう、こう気持ちが見えるようなね、あなたからもお相手の方が、お相手の方の気持ちが見えるようなアクションであったり、アプローチをね起こそうというふうに思っていらっしゃるのかなっていうのがですね、まずは上のカードから読み取ることができました、うん、でじゃあ今後ですね、あなたとの関係をどうしていこうと思っていらっしゃるのかということで、下のカードを見ていきます。はい、でまあね、あなたから見てそういったそっけなかったり冷たかったりする態度、言動であったりね、なんか避けているような、まあ、行動をとっていらっしゃった理由というのは、この2つのカードがね、表してくれているのかなと思います。まずはねこちらのカードから見ていきますけれども、このカードこれ吊るされた男というねカードになっています、まあ、足を縛られてね吊るされている状況なんですけれども、まあ、そのことから身動きが取れないというね意味を表すカードでもあったりしますし、あとはですね、この状況の中でね、下手にこう動こうとする、まあ、抵抗しようとするとね、こうね、まあ、動こうとすると後ろの、ね、木に自分がドーンとぶち当たってしまってですね、苦しみが増すっていうね意味のカード。だからこれ動けば動くほど苦しみが増すという意味のカードなんですね。だから動かない方がまだ状況としてはマシな状態を表すカードになっています。だからそのあなたに対してまだね、そういった気持ちを見せるような関係を進めていくような、アクションアプローチっていうのを起こせていなかったり、
ね、まだ準備が整っていないというのもありましたけれども、だからちょっとこう素っ気ない、あなたから見てね、素っ気ない態度とかを取っていらっしゃったのかなというふうに思います。うん、だ決してね、その興味がないとか好きじゃないとかそういうわけではないと思います。うん、状況がちょっとこう不利だということですね。うん、でこちらのカードを見ていきますけれども、このカードですね、こちらはワンドのキングというねカードの逆位置になっております。まあ、このカードはですね、本来正位置の時には理想の実現というね、意味のカードになっているんですけれども、まあ、逆位置になりますとその理想を実現できない状態をね、表しているカードになっています。これ理想を実現したくないっていうわけではなくてね、理想を実現するためにはね、やっぱこうパワーとかエネルギーを発揮していかなくてはいけないわけなんですが、それが発揮できない状況を表しています。で逆位置になった時の意味としては、その現状を維持できない、ね、自分を保つので精一杯というような状態ですね、であったり、あとはですね、これ誰にも相談できない悩みを抱えているっていうことを表していたり、あとは疲労感っていうのも意味としては持っています。だからお相手の方はあなたにも相談できないような、すごくこうパーソナルなね、悩み、個人的な悩みですね、であったり問題を抱えていらっしゃったり、まあ、それに苦しめられていたりですね、まあ、それによってこう疲労感というのもありましたけれども、かなり体力が削られていたりですね、まあ、そういった状態であるのかなと。だから余計にこのね、コンディションが整った時にアクションを起こそうと思っていてもそれができない状態だから、自然とですね、避けているような素振りや行動態度につながっていたんじゃないかなと思います。はい、ただ先ほどもお伝えした通り、育てていきたいというお気持ち、そしてね、まあ、準備が整った時には行動を起こしていこうというふうに思っていらっしゃるというのがありましたけれども、どういうふうにしていきたいと思っていらっしゃるのかっていうのを見ていくんですが、まずこちらから見ていきます。はい、このカードはコントラクトっていうね、カードになっています。このカード、まあ、コントラクト、これ契約というね意味のカードであったり、まあ、あとはパートナーシップというね意味のカードになっています。すなわちあなたとのパートナーシップ、パートナーになるための契約を結ぶとかね、契約を取り付けるという意味のカードになっています。まあ、これはあなたとこう結ばれるための契約っていうのも考えられますし、ね、あなたと結ばれるためには他での契約を何かこう解除したり、ね、するっていうことも含まれています。だからとにかくあなたとつながるために必要な契約ということを表しているんですね。もちろんこう結ばれる契約っていうのは、何でしょう、まあ一つ考えられるのはその結婚の契約とかそういうことですね。でそうではないパターンで言うと、まあ、これが全てではないですけどね、あなたと結ばれるためにはそのね、あなた、以外の人と結んでいた契約を解消するということですね。まあお相手の方が結婚されている方だったらね、まあ、とにかく2人が結ばれるための必要な契約を、まあ、結ぶとか、まあ、取り行っていくとかね、契約を見直すとか、まあ、そういった意味のカードになっていて、まあ、あなたとのこのパートナーシップですね、つながりを、まあ、よりね、こう、なんでしょう、正式なものにしていきたいというかね、ちゃんとこう、はっきりとした関係にしていきたいということを思っていらっしゃるというカードですね。で、こちらのカードを見ていきますけれども、これはフォーカスオンラブというね、カードになっています。フォーカスというですね、まあ、集中するということなんですが、愛に集中する。あなたとのラブですね、この恋愛に集中していきたいということですね。だからそのためにはこの契約っていうのが必要だというふうに考えていらっしゃるのかもしれないですね。最終的にはあなたとのね、愛に集中して育てていく、そしてこのね、集中できるようにするための行動を起こしていきたいっていうふうにね、思っていらっしゃったら、その集中した後もおそらくその自分のスタイルっていうのは変えてはいかれないのかなと。自分を貫く部分は貫いていくということですね。だからそこを、まあ、あなた自身が、まあ、受け止めてあげたい、理解してあげると、もっとこうあなた自身もね、気が楽になると思います。なんかこう自分に合わせてくれないなっていうことですごい不安にねなってしまう場合もあると思うんですけれども、
自分とは違う考えを持ってる人なんだなっていうような、なんかこう、まあ、楽にね、楽にというか、うん、まあ、そういったちょっとこう客観的にね見てみると、うん、お相手の方のその行動がなんかこう一つ一つね、あ、こういうふうなことを考えているんだなっていうね、まあ今までこう見えなかったものが見えるようにこうなってきてですね、なんかこうだんだんお相手の方を見ているのがこう楽しくなってくることもねあるんじゃないかなと思うので、まあ、ちょっとこう考え方とかね、目線を変えてみると、あなた自身もお相手の方とのね関係にすごくこう前向きになれてですね、それがまあプラスの働きをね、2人の関係にもたらしてくれるようになるんじゃないかなとも思いますし、まあ、今ねちょっとこうあなたにも話せないようなすごいこうね個人的な、まあ、悩みトラブル問題ですねを抱えていらっしゃるのかなっていうのがあって、動けない状態ではあるので、まあ、ちょっとねこう、まあ、そういった部分でと戦っていらっしゃるっていうことで、まあ、気遣ってあげるっていうことをするとよりいいのかなとは思います。はい、ということで、最後こちらですね、ハピネスのカードをですね、もしくは C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。まあ、今回ですね、全体に向けたリーディングとなっておりましたが、もしね、何かこう特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあ、そういった方に向けてですね、現在個人鑑定を行っておりますので、もし興味のある方はこの動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。